県によりますと、今日県内では午後3時半までに熱中症により15人が救急搬送されたということです。重症者はなく中等症7人、軽症8人となっています。今も天気予報でお伝えしましたが、明日は静岡市でも最高気温が37度になる予想です。今シーズン初めての熱中症警戒アラートも発表されています。熱中症に厳重に警戒して過ごしてください。